皆さん、こんにちは、こんばんは、稲見です。MMD の新モデル作りを言い訳に、ニュース動画を随分とお休みしてしまいました。思えば、羽鳥慎一モーニングショーで、玉川徹氏が、国葬に電通が入っている、と虚言を吐いたことで、10日間謹慎していましたが、私も、その話題を取り上げて以来の投稿ということになります。玉川ロスでお休みしていたわけではありませんが、今回は、私と玉川氏の復帰記念ということで、玉川氏の復帰、そして、謝罪の件を取り上げたいと思います。ちなみに、私が謝罪をする予定はありませんのでご了承ください。では、早速、玉川氏の謝罪映像をご覧ください。おはようございます。おはようございます、10月19日水曜日、羽鳥慎一モーニングショーです。玉川さんの10日間の謹慎処分が昨日で終わりました。ここで玉川さんから改めて、説明お詫び、そして今後についてです。おはようございます。今回の私の事実誤認のコメントによりご迷惑をおかけした電通および菅前総理大臣に対し改めてお詫び申し上げます。このような事実に基づかない発言をテレビでしてしまったということ、それは私の慢心とおごりがあったからだと反省いたしました。申し訳ございませんでした。謹慎の10日間、私は事実確認の大切さ、テレビで発言することの責任の重さを考え続けました。そして事実確認こそが報道の根幹であると、その原点に立ち返るべきだと考えました。これまで私はスタジオでさまざまなニュースに対しコメントを続けてきましたが、これからは現場に足を運び取材をし事実確認をして報告する、その基本にもう一度立ち返るべきだと考えました。そしてその結果はこの羽鳥慎一モーニングショーでお伝えする、そういうふうな考えに私は今回至りました。この間、報道局幹部とも話し合いを続け、このような私の考えを理解してもらいました。視聴者の皆様にもご理解いただけるとありがたく存じます。今後、このような形で仕事を続けてまいりますが、ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、玉川さんのコメントでした。基本に立ち返るというのは玉川さんの思いであり、テレビ朝日の考えであり、私も同じ思いです。これから玉川さんは現場に足を運びまして取材をして、玉川さん独自の目線で、取材そして分析をして番組で報告するという形を取らさせていただきます。番組をご覧いただいている皆様の信頼を回復できるように、これからもしっかりと番組作りを進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いかがだったでしょうか。今回はじっくりと見ていただくためにあえて映像中にツッコミは入れませんでしたが、誤ってましたね、玉川さん。必要以上に神妙な面持ちが逆にふざけている感じがして笑ってしまいましたが、皆さんはどのように感じましたでしょうか。冒頭のおはようございますが、異常に作りすぎてて怖かったですね。それでは満を持してツッコミを入れさせていただきますね。まず玉川氏の謝罪は、私の事実誤認のコメントによりご迷惑をおかけしましたと始まりました。事実誤認とは、実用日本語表現辞典によりますと、事実、物事を間違えて実際とは異なる内容を取り返すこととあります。
玉川氏の国葬に電通が入っている発言が事実誤認だとするならば、実際とは異なる理解をする何かしらの要因があったはずです。謝罪をするのであれば、その要因が何であったかまでの説明がなければ、今後も事実誤認の発言が続く可能性がありますから、誠意ある謝罪とは言えません。その要因が、他者、日本を貶めることで自己を正当化するという日本的左派思想がつい溢れ出たということは想像できますが、さすがに馬鹿正直にそんなことを言えるはずもありませんけどね。と、言葉尻を捉えて非難してみましたが、私は実際はそんなことはあまり気にしていません。玉川氏は報道の根幹、原点に立ち返るとか、現場に足を運んで取材するとか言っていますが、私はそもそも玉川氏をタレントコメンテーター程度にしか認識していませんでしたので、それほど重大なこととは思っていません。バラエティ番組で虚言を吐いて注目を集めようとする人はよく見かけますし、玉川氏もその類だと思っていますから。ただ、ワイドショーを報道番組と勘違いしている人も多いみたいですし、バラエティ番組と違って玉川氏の虚言は面白くはないですけどね。むしろ、玉川氏を報道の人間だとテレビ朝日が認めてしまうことの方が問題が大きい気がします。これまでいかにも実際に取材をしてきたかのような詐欺的な発言で日本を貶めてきた玉川徹氏を、テレビ朝日は今まで報道局の人間として放置してきたし、これからも所属を認めるということになります。これは、詐欺師である吉田誠二の自称慰安婦に関する虚言を、吉田誠二本人が創作であると認めたにもかかわらず、真実として報じ続けた朝日新聞と同じ構図です。つまりは、今回のような玉川氏の謝罪では、テレビ朝日報道局だけではなく、朝日系メディア全体が取材もせずに報道していると疑いを持つ人が、陰湿な私以外にも少なからず出てくるかもしれません。であれば、このような謝罪ではなく、テレビ朝日は、羽鳥慎一モーニングショーはあくまでバラエティ番組で、玉川徹はバラエティタレントです、と前置きした上で、玉川氏が今まで報道をずらして偉そうにコメントしてごめんなさい。今後も日本を貶めるような虚言を撒き散らしますが、それがバラエティで生き残るための私のキャラ付けですので、真に受けることなく娯楽としてお楽しみください。今回は、どうこした嘘をついてごめんなさいというような謝罪をした方が、テレビ朝日の報道局としてはダメージが少なかったような気がします。とはいえ、もともと騙しやすい視聴者をターゲットにしている番組ですし、玉川氏を信奉している人はそこまで考えが回らないのでしょうから、自身を演出側の人間と交互した玉川氏の三文芝居的謝罪を真に受けて、今後も報道的な番組として見ちゃうんでしょうけど、ちなみに20日のモーニングショーで玉川氏は何の話題かは忘れちゃいましたけど、玉川氏自身がパネル説明をした最後に、なぜこのようになったのかはわかりませんが、取材をしてお伝えしたいと思います、とコメントしていました。取材という言葉を謝罪翌日にわざとらしく入れ込んでくることも嫌らしいですが、パネルの説明は羽鳥さんのお仕事では、取材にはまだ行ってないんだね、と思ってしまいました。いよいよタレントコメンテーターという感じでした。ネット上などでは、玉川氏は番組を降板するべきだという意見が多く見られましたが、私は正直玉川氏がいないと投稿ネタが減ってしまうので、内心早々の復帰を望んでいました。心配なのは、今回の件で玉川氏が萎縮して、中途半端な立ち位置を維持しようとすることですね。これまで政治家が不祥事や舌禍事件を起こした際に、謝罪はしても辞職はしないことを非難してきた玉川氏ですが、もう同類ですので、今後そのような話題の時は、下を向くしかありませんね。また、何か間違った発言をしても、事実誤認がありましたと謝罪すれば、多くのことを許すしかなくなります。と、普通の人であれば、ある程度はおとなしくなるのですが、左派的思考に支配されている方々は、ブーメランがお得意のようですので、
実際はそれほど影響はないかもしれませんけどね。というわけで今回は玉川氏の謝罪と復帰の件をお伝えしました。最後に、頻繁にニュース動画の投稿が止まってしまって申し訳ございません。それは私に満身頭ごりがあったからだと反省いたしました。これからは現場に足を運び取材をし事実確認をしてお伝えしていきますので、どうぞ今後ともご支援をよろしくお願いします、というような虚言を交えながらお伝えしますので、話半分で私のチャンネルをご覧になっていただけると嬉しいです。今回は以上です。稲見がお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。